どうも皆さんこんにちは、クラシーのインドアライフチャンネルです。今回はリボン刺繍ギャザードローズステッチについてご紹介します。少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速やってみましょう。ギャザーをたっぷり寄せてボリュームのあるお花を表現します。それでは刺し方です。結び玉のところから20センチのところに印をつけます。リボンを通した針を裏から出します。ここで別の針で25番の刺繍糸を1本取りで用意します。リボンを出した同じところから針を出します。ここから3ミリぐらいの細かい針目で印をつけたところまでぐし縫いします。リボンの端側を縫いますね。糸を引いてギャザーを寄せます。リボンのギャザーを寄せていきます。縫い始めのすぐ下から針を入れて、裏からギュッと糸を引きます。ギャザーを整えて刺繍糸の針を裏から中心部分に出します。リボンの針をこうやって休めとくといいです。ギャザーの間を2回ぐらい縫って留めます。刺繍糸を脇で少し休めておきます。リボンの針を根元から目立たないように入れます。ギャザーの形を整えながら刺繍糸でさらに数回縫い留めます。リボンの針は邪魔なので裏でこうやって休めておきます。糸の始末をして出来上がりです。これで出来上がりです。それでは以上となります。今回はリボン刺繍ギャザードローズステッチについてご紹介しました。改めてにはなりますが、少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。